どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレ、ガズレレモデルと、初めてウクレレコンサートモデル、これを使っていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ、本日のテーマソングは今また話題になってきていると言われているアーティスト、中森明菜さんのサザンウィンド。こちらの曲。お届けしたいと思います。明菜さん40周年にしてまた新たに動き出すというふうに噂されておりまして、今これは楽しみな存在になってまいりました。思いっきりこのサザンウィンド歌っていきましょう。いつものように2バージョンやっていきます。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンは疾走感があるリズムと、ちょっとキメがですね、なかなかかっこよくて、と難しいんですけど、面白いと思いますよ。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聴くのも最高ですけど、やる方がもっと最高なんですよ。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルはですね、今まで私音楽やってみたいと思ってるんだけど、もう不器用で無理ですとか、私がきっと無理だと思うなみたいな方があっという間にできるガズレレのね、プログラムがあるんですよ。このプログラムを見てたらどんな方でもあっという間にすぐにウクレレで音楽できるようになっちゃいます。やってみたいなと思った方は今からこのガズレレのプログラムのリンクをここに貼り付けておきますんで、ここのリンク先に行って上から順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってやってみてください。いいですが、ここから始まりますよ。クリックいってらっしゃい。クリックいってらっしゃい。そこにはですね、今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このウクレレ、ちっちゃいウクレレ1本でもうめちゃ簡単に弾けるようにしてるレッスン動画、すでにね、1900曲以上もね、多分アップロードされてると思いますね。皆さんの好きな曲もあると思います。たくさんあるんで、例えば皆さんのやりたい曲とスペースガズレレっていう感じで YouTube 内で検索すると結構出てくると思います。さあ、それではやってまいりましょう。中森明菜さんの名曲サザンウィンド、ガズレレ流シンプル簡単バージョンの方からやってみます。 1,2,3,4 1,2,3,4白いチェアに足を込んで頬ずりつくのも気になるわ。映画的な気分で少しメランコリックに髪をかき上げて中森明菜さんのサザンウィンドガズレレレシンプル簡単バージョンやってみました。もうなんと言うんでしょうか。ムードですよね。ちょっとダークで妖艶な感じなんだけど少女が歌っているというなんかこう違和感というか独特のキャラクター、この曲も物語ってます。しかもこの曲はですね、作曲玉置浩二さんということでびっくりしましたけれども、世界観がねぴったりですね。これは気持ちがいいんで思いっきり歌っていきましょう。そして今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレーオリジナルのショートカットアレンジバージョンにさせていただいております。主に1番を全部やった後に2番のサビをひっつけたというオリジナルショートカットバージョンになっているんですけど、まずはこれのバージョンを練習してください。でフルコーラスで私やりたいなという方安心してください。このコード進行で歌詞だけ変えていったらフルコーラスできるんですよ。なのでまずガズレーバージョンで練習していて慣れていただいたら自分でどんどんコードを書いて2番の歌詞を書き足してオリジナルの楽譜作って練習スタートしていってください。まずはガズさんの動画に合わせて練習していただきたいんですけど、歌詞とコードが出てますからどんどんやっていただいて、1個目のゴール設定としては簡単バージョンのガズさんと一緒に演奏できたらもう1個目のゴール達成だと思います。ここまででもなかなか面白い深いところ思いますけどね、やってみてください。一緒にできるようになった方おめでとうございます。どうしたらいいどんどん次のステップいきましょう。次のステップって一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するのはもう大変でしょうから、まずは楽譜を見て楽譜練習何回も見て、いずれは覚えちゃって体に落とし込んで覚えちゃって大空に向かってこのサビを声高らかに歌う、こんなのも素敵だと思うんですけどね。楽譜練習始めていきましょうということですけど、楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうです。安心してください。今の演奏はですね、ガズさんのこの手書きのノートに書きました。こんな感じですね。サザンウィンドって書いてありますよ。中村明菜さん。これ、こんな風にね、もうちょっとしたら大きく写してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたサザンウィンドを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なガズのノート楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたいな、この曲トライしてみたいなって感じで選んでいただいて、即座にデジタルデータとしてお手元にダウンロードしてすぐに練習に入っていけるよっていう画期的なサービスになっております。そしてこのねガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃ盛りだくさんなことやってましてですね、毎月2回、ガズクラブのメンバーだけが参加できる、世界中から参加がある大セッション大会ガズオンが行われております。毎月2回ですよ。課題曲を決めて大熱唱、これがめちゃくちゃ楽しいです。あと、ガズクラブの方だけが使えるアプリがあったりとか、あと毎月1回ガズクラブミーティングと称してですね、ガズレレが今どんなことやってるかという裏口のねミーティングをですねみんなにも共有していて、みんなのご意見も聞いたりしているというなんていうかこう村を作ってる、そんな感覚でございます。あとちょっとガズクラブとは別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こちらはですね YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎週2回590円でライブ配信による講義です。毎週2回なんで1ヶ月にだから、何回だろう、8回とか10回とかそのぐらいあると思うんですね。すごくこれ濃厚です。テーマソングを決めて深掘っていく、チャットでやり取りするやつなんですけど、これ YouTube メンバーシッププログラムっていうのはこのね動画をAndroid 携帯かパソコンで見てる人、ここにメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、そこから入っていきます。毎月590円です。よろしくお願いします。あとね、朝7時半からガズさん、ラジオ配信しています。ガズラジというラジオ配信なんですけど、スタンド FM というアプリのラジオ局で、毎日365日やってますんで、ぜひ聞いてください。いつでもどこでも無料で聞けるラジオ配信になってますんで、この辺のね、今のね、ガズクラブとガズレレ大学とガズラジ、この辺のことは概要欄に全てリンクかかってますんでね、ぜひ見てみてください。さあ、それでは楽譜を見ていきましょう。サザンウィンド、中村明菜さんです。で、ちょっと今日ね、これイントロこう長いんでここから始まってるんですけど、こんな感じです。で、ここいっぱい書いてあるし、これかっこいいバージョンでいろんな記名が入ってくるんで、これ後で解説見てください。矢印マークとかこうタッとかね記名が入ってるんですよね。シンプル簡単バージョンはひたすらこれを弾いていって、あとこの止まるっていうとかボディを叩いてですね、このタンタンタンってリズムを取ってこうキープしていきました。この辺はですねちょっとデモ演奏を見ていただくと分かると思います。で、こんな感じで今日ねキメが多いんですよね。この辺はまあいいとしても、ここのこの辺のやつとかね、この辺の下に書いてあるやつはかっこいいバージョンなんで、後で解説していくとして、まずお時間ある方はこんな風に写しておくので一時停止でメモっていってほしいんですけど、今紹介させてもらったこのガズクラブでこのガズが書いた手書きの楽譜をダウンロードするのめちゃくちゃおすすめです。ガズのノートの特徴はこの言葉の上に点が書いてあるでしょ。ここでリズムがわかるんですよ。挨拶するのよ海風に。なんかここでね、タイミングが分かるようになってます。これでここの点の時にこうリズムが変わるんだよということだったり、歌詞カードには出てないこの伸ばすところが出てますということですね。あ、で、なんでこれガズクラブでね、この楽譜でダウンロードしてもらうとすごくね、有効だというふうに思いますということをお伝えしといて、ちょっと今ね、ひとまずこう映していきますね。イントロ、これイントロだけちょっとこうちっちゃくなってますからね、この大きさが。はい、歌がないんでね。はい、で、イントロからまず1番、一時停止で。いいかな。はい、じゃあ2番ね。はい、でここにこんなふうに間奏がちょっと入るんですけど、でね、ここちょっと見てください。ここからサビの応酬なんですけど、ここからですね、なんとワンブロックがすごい1個ずつちっちゃくなってます。これ前奏と同じ大きさになってます。ちょっとなんかこういけそうかなと思ったらやっぱ全然いけなくて、ちょっとちっちゃくなっちゃいました、表記がすいません。なんだけどこれいけると思います。ここ白いチェアに足を組んでって感じでいきますね。はい、ここはいろいろ書いてありますけど、これしっかりね、かっこいいバージョンで解説していきます。シンコペーションとかね、記念が入るんですよ。はい、ここサビですね。はい、ここもすごく決めが入ってきます。ちょっとこれ字がちっちゃいんでテロップと合わせながら見てくださいと。はい、でここまで来たら、伸ばして、ここ間奏ですね。間奏やって、ここ2番目のサビになります。1番と、コード進行が一緒ですね。ちょっとねこう詰まってますが、ゆっくり見ると、じっくり見ると分かっていただけるというふうに思います。ここまで来てますね。ここまですごい、だから長いというかぎゅうぎゅうになっちゃいました、すいません。はい、テロップと合わせながらだと分かると思います。はい。そういうわけで、ちょっとガズレーアレンジで、ちょっとこれやってみてください。出てくるコード、ここに書いてある。これですね。言っていきます。Am、F、D7、G7、E7、Em7。はい。これシンプルコード6個ですね。この今映ってる6個はガズレーではすごいね、簡単な入門コードのグループなんですよ。これ、ガズレー必須コードです。このガズレー必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思ってる方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループ。これ10個もあるのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんに覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになるんで、この私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておくんで、このコード覚えてください。10個、今日はその中の6個出てくるということですからね、遅から早から覚えるのをおすすめしますということで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていきたいんですけど、これ今聞いていただくとどうですか。歌結構覚えてる方多いんじゃないですかね。僕はね、この間もね、ちょっと中村明さんの曲やった時に、ハニーさんをかなり歌いましたね。僕はちょっとね、その1年2年の差でね、もうちょっとからのじてサビは聞いたことあるかなっていう感じだったんですけど、メロディーはすごい覚えてましたね。で、これ歌える方すごく多いと思うんで気持ちよく歌ってもらいたいんですけど、これはね、結構舐めてるとですね、結構これ難しいことになりますよ。はい、歌をしっかり掴み取っていただいて、この後半ではね、かなり脳トレ要素が多いフレーズがたくさん登場するんで、まずシンプル簡単バージョンで歌をマスターしておいてください。はい、じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。出てくるコードは全く一緒です。はい、もうやっぱリズムがね、この曲がね、なかなか多く深いんですよ。はい、今日出てくるリズムをどんどん紹介しますよ。はい、今日出てくるリズムはこれ、疾走ビートと8ビートのちゃんとカッティングとシンコペーション、結構山盛りでございます。はい、今映ってるこのリズムの弾き方、濃厚解説レッスン動画、ここにちょっとまとまってます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレのホームページで、それぞれの濃厚解説レッスン動画動画がもうアップロードしてありますので、わからないリズム、知らないリズムはそこでちょっと練習しておいてくださいませ。で、今日はね、いろんな決めも入ってくるので、順番にもうね、どんどん解説していきます。まずですね、イントロ。これシンコペーション。この矢印マークってシンコペーションなんですけど、これがね、もう多用されております。入ったり入ってこなかったりなんで、ここら辺がね、かなり複雑だと思うんですけど、あと、カッティングいきなり出てくるので、ちょっとイントロのね、まずワンフレーズやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、ボン、デレデレデレ。かっこいいでしょ。ここのイントロはね、かっこよくて、もうハニーに聞いたらですね、絶対ここはやった方がいいっていう話になったんでやりました。で、シンコペーションで G7 で、シンコペーションで Am ドって1回弾いて止める。ここはカッティング。このカッティングっていうのは弦触れてて、そこでこう、リズムだけをこう、ストロークするということですね。こんな感じです。で、その後、間奏というか、イントロの、続きがあるんですけど、こうです。ここでシンコペーション1枚出せる。ここダッタン、今のここダッタンっていうところで E7、Am でシンコペーションって決めですね。もう一回次ですよ。ダッタンダッタン、はい、ダッタン、これチャッパみたいな回がスカビートみたいな感じなんですけど、Em7、Am でシンコペーション2回連続で決めですね。ちょっともう一回ゆっくり。せーの。でん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 。ここはシンコペーションで、次ですよ。だだんで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 ん。また、勝手にで2ブロック。ここまでがイントロです。なかなかここまででも奥が深いシンコペーション、これがかっこいいんですけど、なかなか難しい。リズムが速くなっちゃうんで要注意です。で、A メロなんですけど、ここでですね、疾走ビートというリズムをちょっと登場させます。ちょっと落ち着いた感じです。ちょっとやってみますと、挨拶するのよ、風に。ここだけシンコペーション。はい。トトタトトタ。チャを入れないです。アクセントだけ。トトタトトタトトタ。このリズムが疾走ビート。跳ねないです。トトタトトトルのよ風に。はい、この最後だけシンコペーション。これが、A メロの一番の特徴ですね。で、パナワボーからは、もう普通の8ビートのチャなんですけど、間奏のところで、また疾走ビートに戻ります。ちょっと1番とかやってみれば。挨拶、疾走ビートね。のよ海。ここでシンコペーション。なんだった自然に体が。ここシンコペーションで、ここから8ビート。あー、たたた。ここ8ビートのチャですよ。くるくると。ここからまた疾走ビート。1番だけ間奏はこれ疾走ビートで、間奏怪しくやって、2番からは8ビートのチャ。ブルート。こんな感じでどんどん進んでいきます。で、これ2番はそうで最後までいって、で、サビに入る手前でですね、猛烈に、かっこいい決めが入ります。ちょっとやってみようか。背中、2番の一番最後ね。視線にここの後です。ご注目は。で、これ止まります。はい、止まった後にサビに行くんですけど、白いチェアで、白い猪木の白で、白 FG7。これが決めなんです。白、わかる？ここがかっこいいのよ。強い視線に。次でいきます。F で一回止まる。白、今の白 FG7 です。はい。1チェアに足を組んで、今のところシンコペーション。白いチェアにドン、足を組んで、またここも、ダンダダ、ほう、A マイナーで、ダンダダって一回止まって、A マイナー G7 で、ほう、ずえつ、ここ決めなんですよね。もう一回、白いチェアに足を組んで、ほうで、ほが A マイナー、G7 が O です。ほうずえつくのも気になるわ。次もここも A が全部この言葉にあって、A マイナー G7 と、はい、サビの中では A マイナー G7 で、ダダンダンダダン、はい、サビの一番前の2番の一番最後は FG7。白い、はい、この変化があります。前に使ってるコードと一緒になるという感じですね。はい。ここがね、ちょっとね、難しいかな。もう一回ちょっと、背中越しの後から、背中越し、戸惑うは強い視線に、だん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 。で、F で一回止まって、ここは FG7。白いチェアに足を組んで、この次は Am だと G7。ほうつえつく。はい、サビの中はずっとこんな感じで、A が的にこうやって Am と G7 でいきます。はい。そして、一番最後のメランコリックに髪をで、ここにちょっと決めが入りますね。A が的な気分で、少し、メランコリックに髪を、ここはね、F は2ブロック連続で、メランコリック、シンコペーション、ニュータタン、タッタタッタッタン。これ、歌と一緒のメロディーで、ウクレレも弾くというふうに考えると楽かも。メランコリックに髪をかき上げて。今のはね、これカッティングが入ってます。左。メランコリックに髪をかき上げて。今。左手で止めてんですね。これをカッティングと言います。これはね、ちょっと難しかったら、じっくりさっきのリズムいろいろの解説のところで解説してるんですけど、ゆっくりやると、メランコリックに髪をシンコペーションで伸ばして、危険なで G7、ダーダ、心で、間奏に入っていきます。はい。なかなかここら辺はね、すごいですよ。はい。で、この後に感想をいくんですね。で、危険な心で、また同じ決めです。ダッダン、イントロと同じね。で、ここで止まってまた、ダン、誘惑しない。ここも FG7、Em7 でダンと止まって、誘惑、さっきのとこと同じですね。白いチェアと一緒です。で、サビ、最後、一番最後まで繰り返し、同じです。一番のサビと。ここのサビの中で入る決めが今日一番難しいと思います。ちょっと一番のサビを、もう一回ちょっと超ゆっくりやりましょうか。強い視線に、2番の一番最後から。せーの、強い視線に。次で F で一回止まりますよ。はい。白いチェア、今の F から G7 だったんだろうね。今度は Am G7 ですよ。ダンダダほうつつくののひびな、また Am G7 で決めです。映画的な気分で少し、また Am と G7 メランコリック髪をかき分け伸ばす、進行ベースで伸ばして、スポン危険な心、はい、危険なね G7 じゃあじゃあ、ここがですね今日一番難しいと思います。ちょっとゆっくり練習してみてください。あとは繰り返しになってますんで、なんとかですねこうじっくりこう見ていただいて練習してリズムをこうものにしていきましょう。はい、でこの曲はですねさっきも言ったんですけど、玉置浩二さんの作曲というふうに聞かれるとですね、ものすごいこう玉置浩二さんの世界観が感じられる感じがしますよね。そんなのも意識してですね、歌うのもいいんじゃないかな。あとは歌詞の内容を読んでくださいね。これはなんか思うにですね、やっぱりこうビーチサイドでこう伊達男みたいな男の子にね、かっこいいんで、なんかこう恋の駆け引きみたいな、なんだけどすごいこの曲調がね怪しげだから、なんかねそのイメージ想像して、やっぱ音楽って感情表現ですからね、そういうのも、ね、フィーリングも乗っけて歌っていきましょう。さあ、サザンウインド中村明さんの名曲「ガズリリリ」かっこいいバージョンやってみる。ワンツーワンツースリー。中森明菜さんのサザンウインド風リリリかっこいいバージョンやっていました。この細かい決めが結構ねこうどんどん出てきて、シンコペーションとかも入ってくるんで、何気にですねもうなかなか大盛りなんですけれども、気持ちがいいですよ。これリズムに乗れると、サザンウィンドっていうこの風に乗っていくような感じで演奏できると気持ちがいいんですね。なんでまずは細かく分けて練習して、後でクッとこうつなげて一つのこの風に乗るような感じでやってみるのをおすすめでございます。G ラボのですね、YouTube チャンネルがですね、オープンしてますよ。皆さん知ってますか？今、ガズさんが初心者の女の子に教えてる企画とか、ぜひ、G ラボのね、YouTube チャンネルチェックお願いします。概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ必見ですよ。あと、ガズさんね、ガズピアノという YouTube チャンネル、鍵盤楽器、超世界一簡単鍵盤楽器もやってるんですよ。これで今度10月に本が出ることが決まってます。このピンク色の本。ハニーさんも先生役で一緒に出てますからね。これ、ただいま大好評で予約受付中、Amazon で、ガズピアノって検索すると出てくると思うんですね。内容確認して、ぜひともご予約をお願いいたします。そして、毎度なんですけど、この紫色の本をはじめとしたリットミュージック社から出てるウクレレの楽譜の本、絶好調でもうね、16万部ぐらいね、売り上げあると思いますので、皆さん、これめちゃくちゃわかりやすい本でね、これ書いて育てる本なんで、ぜひ皆さん、チェックの方よろしくお願いします。そして、ガズレレではですね、ガズレレのアプリがあります。これはですね、中で楽譜が見れるという画期的なもので、自動スクロール機能とかメトロノーム機能も追加してやってるすごくいいものなんですけど、これのね、書籍版もあったりするんですよ。これガズレレ公式ページにね、すごく詳しく解説、ガズレシピの解説あるんで、ぜひ見てくださいね。あとガズレレではいろんなグッズ売ってます。キャップだとか、ここに挟んでいる水引きだとか、はい、ハニー特製のストラップだとか、もうステッカーだとか T シャツとかいろいろありますよ。それもホームページに見るといろいろ載ってますんでね、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。それでは本日のガズレレ YouTube レッスン、これにて終了です。楽しく音楽しよう。それではね、皆さん、バイバイ、さよなら。